プロコピウスプロコピウスは365年にコンスタンティノープルでローマ皇帝と宣言された人物、コンスタンティヌス朝に分類される、ユリアヌスのいとこ。プロコピウスはキリキアの良い家柄に生まれたとされる。はじめはローマ皇帝コンスタンティウス2世の下でトリブヌスミリトムを務め、その後はユリアヌスの下でマギステルミリトムを務めた。プロコピウスは ユリアヌスのいとこであったことに加え、ユリアヌスと同様に古代ギリシア、古代ローマの伝統宗教を信仰していたこともあり、ユリアヌスとは特に親しい間柄だった。そのためプロコピウスは多くの人々からユリアヌスの後継者と考えられており、363年にユリアヌスがサーサーアン・アサとの戦いで戦死した時には、プロコピウスが事前に ユリアヌスから後継者に指名されていたという噂が流れるほどだった。しかし、ユリアヌスの戦死後、コンスタンティウス2世に取り立てられた将軍たちと、ユリアヌスによって取り立てられた将軍たちとの主導権争いの妥協案として、ヨーイアヌスがローマ皇帝に選出されると、プロコピウスはヨーイアヌスから競争者とみなされることを警戒して、自ら引退を願い出た。 ローマ皇帝と宣言されたヨイアヌスは間もなく死亡し、364年初頭、今度はウアレンティニアヌス一世がローマ皇帝に選出された。ウアレンティニアヌス一世は実帝のワレンスを共同皇帝に取り立てて、ワレンスに東方領土を任せたが、ワレンスは新皇帝の実帝であるという以外には全く目立ったところのない下級士官で、 ワレンスのローマ皇帝への抜擢は正当性に乏しかった。そのためワレンスは不人気な皇帝で、プロコピウスがすでにカッパドキアのカエサリアで陰性していたにもかかわらず、ワレンスはプロコピウスの人気を警戒して、プロコピウスの逮捕を命じた。追手を差し向けられたプロコピウスは、コンスタンティノープルへと逃亡し、ゴート人の守備隊によって迎え入れられた。プロコピウスは、 コンスタンティノープルで軍団の観光を受け、365年9月28日に、コンスタンティノープル元老院から、ローマ皇帝と宣言された。コンスタンティノープル元老院がプロコピウスを皇帝と宣言した場には、コンスタンティウス2世の妻ファウスティナと彼女の娘、コンスタンティアも同席しており、当時プロコピウスが、コンスタンティヌス家の正当な相続人であると認識されていたことを示唆している。 ローマ皇帝と宣言されたプロコピウスは、コンスタンティヌス家の相続人であることを利用して、ゴート人の指導者、アタナリックから3000人の援軍を受け、芝叩く間にトラキアとビチュニアを支配下に収めた。しかし、アラマンニ人の将軍ゴモアリウスの裏切りにあって、ティアティラやナコレーヤの海戦で、ワレンスに敗北し、後に捕らえられて366年5月27日に、 処刑された。プロコピウスの死後には、プロコピウスの支持者の一人、マルケルスが、ローマ皇帝を名乗って、ワレンスに抵抗したが、マルケルスも同年中に捕らえられて処刑された。その後しばらく、アタナリックがワレンスと争っていたが、369年に、ワレンスより、アタナリックに有利な条件が提示され、アタナリックも、ワレンスとの講和に応じた。ありがとうございます。